三島池は、滋賀県前原市池下にある貯水池。姉川の伏流水を利用して灌漑用に作られた。別名、冷屋社池。2010年3月25日に、農林水産省のため池100選に選定された。また、滋賀のため池50選にも選定されている。築造年は不詳であるが、1200年年代には、 作られたと言われ、現在も農地20ヘクタールを考えしている。いぶき山が湖面に生え、散策路も整備され、池の北東に女隊が近接し水路で繋がっており、周辺はグリーンパーク3等の公園として整備されていて、池の南にホタルの川が流れ、6月上旬頃にはホタルが見られ、近隣の住民の浸水空間として活用されている。また、 1959年に、滋賀県の天然記念物、マガモ自然繁殖の南原地に指定され、一部のマガモが、この池にとどまり繁殖していて1964年に、周辺は、鳥獣保護区に指定された。佐々木秀吉が漁師をしていた時、干ばつに見舞われた。佐々木秀吉が人柱を立てろというお告げを聞くと、その馬である、日ア車御前が自ら進んで池に身を投げた。 以来、水が枯れることはないという。彼女は身を沈める直前に肌折りをしていたと言われ、今でも小雨降る夜は、肌折りの音が聞こえるという。いぶき山から見下ろすグリーンパーク3島と、三島池三島池周辺のグリーンパーク3島には、以下の施設が整備されている。ありがとうございます。